奴らはもう邪魔しない。これでいいんだ。これは多分、今のは何だ。サインがわからないのか。そろそろ採石場の中に戻っていいだろう。しばらく経ったからな。いや、ダメだ。絶対中に入れてくれない。全員殺してやろうか。いや、あれはそんなこと望まないはずだ。もう横になろう。そうだ、よし、ベッドの脇にある。そうしよう。弾も入ってるしな。銃もコンピューターも人も何でも修理は可能だ。ただ適切な道具が必要だけど。持ち物を交換したいんだ。どうした？
やった。
やった。楽しみだ。
いいね。素晴らしい。いいね。
そう、答えろ。聞いてるのは分かってるんだぞ。娘はどこにいるんだ。ケンジ、お願い。もう何時間もこんな調子を。やめて。私は寝て。レイ、あの子はどこかにいる。誰かが捕らえてるんだ。レーダーかガンナか誰かにな。誰なんだ。すまないが、今は客であれ商人であれもてなしている暇はないんだ。行方不明の娘がどうこうと言っていたようだが、何があったんだ。親切な人ということか。なくて困っていたんだ。話を聞きたいなら話そう。娘が行方不明になったのも全てこのラジオのせいなんだ。娘のかすみは物を修理するのが好きで、最近はラジオをいじってた。でもそれは誘拐犯に連絡を取って誘い出されるまでの話だ。でも自分で出て行ったのかも。もう子供じゃないし、娘は19歳なの。生きていく方法は知ってるし、能力はある。だから自分の人生を歩みたくて自分から出て行ったんだと思う。いや、どこへ行くのか教えてくれたはず、話してくれたはずだ。何かを。娘は危険な目に遭ってるに違いない。頼む、
探してほしい。どこに行ったのか思い当たる場所は？船を使って出て行ったのは分かってるけど、行き先は分からない。きっと探す。心配いらない。ありがとう。調べる必要があるなら部屋は上にある。他にも質問があれば聞いてほしい。中野夫人、娘について何か質問があるんでしょう？娘さんが出て行った理由について旦那さんは納得していないようだった。私たちはあの子を見つけたいの。この世界は一人でいられる場所じゃないし。でもケンジはまだあの子を赤子のように見ている。自立した一人の若い女性として見ていないわ。その方が怖いからかも。あの子は黙って出て行ったんじゃない。あの子自身の選択だった。後を追われたくなかった。でもなぜ？娘さんが直してたラジオについて教えてほしい。かすみがすごく張り切ってたのを覚えてる。密かにダイヤモンドシティかどこかの居住地と連絡を取ろうとしてたのね。ここはかなり孤立してる。あの子の話し相手は私たちだけで、ケンジは過保護な傾向があるの。もっとかすみについて知りたい。行き先について何かわかるかも。娘は強い子。目的意識が高くて用心深い。だから生きてるはず。でも何も言わずに出ていくなんてどうして。もしかしたら私たちが。いや、こんなこと言っても仕方がない。どんなに小さなことでもいい。隠さないでくれ。いえ、何でもない。ミスター中野、娘のことで質問はないか？娘さんが出て行った本当の理由は？奥さんは自分で出て行ったと言っていたが、あんたは誘拐だと。絶対誘拐されたんだ。かすみは賢い子だがよく分かってないんだ。世の中にはひどい人間がいることを。何の説明もなく家族を置いていくわけがないだろう。家を離れるよう誰かに騙されたんだ。危険な目に遭う前に娘を探さないと。直していたラジオについて教えてほしい。動かしてやろうと何度も挑戦したけど全然ダメだった。トースターか何かを作る部品を回収するために分解してるのかと思ってたんだ。娘に誰かから連絡があってその後連れ去られたんだ。一体どこの変質者がうちの娘を捕らえてるんだ。霞についてもっと教えてくれないか。小さなことが重要かもしれない。これ以上何を話せばいいのか。娘は世の中がどんなに危険か分かってないんだ。祖父があの子にこういう機械の直し方を教えるから。彼女の祖父？彼がラジオの直し方を教えたのか？あの子が歩き始めるようになった頃からだ。祖父は機械いじりが好きで、霞もそれを見てるうちにいじれるようになったんだ。最近亡くなった。よく部品を集めるために南部の廃墟を漁ってたんだ。もう年だからよせと言ってたんだが。他に質問はない。急いでくれ探偵さん。中野夫人、娘について何か質問があるんでしょう？どんなに小さなことでも。いえ、何でも。ハロー、テスト。
ジェクト日誌、ホロテーププレイヤー。部品を引き剥がし、持ち歩けるサイズに改良することに成功した。祖父はいつも何かを始めるときは記録を残せと言ってた。後で何か確認したいときのためにね。だから私も記録を残し始めるつもり。見つけた部品すべての目録から始めようかな。かすみ、お父さんが船のことで手伝ってほしいって。すぐ行く。あ、もう今のも記録しちゃった。プロジェクト日誌、キッチン用ミキサー。回路はまだいいが、全ての機械的部品が錆びている。もしかしたら。いいか、みんな数日で戻る。他に町から持ってきた方がいいものはあるか。待って、今行くの？あ、待って、パパ、一緒に行く。いや、一人の方がいい。心配するな、お前のリストはあるから。そのリストの半分は何かわからないでしょ、パパ。手伝ってあげる、私。ダメだ。あ、すまない。ここならお前は安全だ。いいか、動かずにいてくれ。わかったよ。がっかりしてるのはわかるが、時間はかからない。愛してるよ。私も愛してる、パパ。プロジェクト日誌、ランプ。フィラメントと電力を合わせたら光の出来上がりよね。時々両親は私を忙しくするために物を壊しているような気がする。プロジェクト日誌、夢。目覚めの時に覚えていることを記録する。いつも同じ夢を見るの。白い部屋にいて、私のことを周りの人たちはまるで私がそこにいないかのように話している。そしたら、なんていうか、ショックが頭の裏で電気の火花が弾けるような。そしたら全員が私に顔を向けるの。神様、今夜はもうこの夢を見ませんように。プロジェクト日誌、ラジオ、修正。動いてるラジオ。ついにこの家の外からのニュースが聞ける。私のハンドルはオウムの法則にしよう。これでオタクは混乱するだろうし、何の意味か分かれば、少なくとも電気回路の話ができる相手ってこと。
中野夫人。日誌、私自身のこと、今まで自分が誰か、いえ何か考えたことがなかった。どこから話せばいいのか。ラジオ範囲については正しかった。信号を受け取れた。北から強い信号が発信されている。そこには何人かいた。彼らは全員人造人間なんだって。インスティチュートが作った。彼らは自分たちの種のための場所を建てようとしている。自分たちらしくいられて人間と共にあることが受け入れられる場所を。それは素晴らしいんだけど、そこで彼らからいろいろ質問されたの。中には私が答えられない質問もあった。つまりいつも変だと感じてたの。例えば私は本当はここにいるべきではないとか、子供時代の記憶がないこととか、奇妙な夢を見るとか。私は行くつもり。あの人造人間に会いに。真実を知りたいの。彼らは北のファーハーバーという町に後悔してこいと言った。そこから彼らのところへ行ける。失礼、中野夫人か。あなたが何か見つけてくれるといいんだけど。調べ物は終わった。何か見つかったのか。重要な質問をしなくてはならない。娘さんが人間なのは確かか。なんていう質問だ。なぜそんなことを聞く。まだ探してる。早くしてくれ。中野夫人。あなたが何か見つけてくれるといいんだけど。何か見つかったか。霞の行き先の見当がついた。ファーハーバーだ。北のそんな遠くまで。だから船を使ったのか。時間がない。早くあの子を追ってくれ。待って、あの子が出て行った理由は分かった。話してた相手とか関係あるのか。あの子のことは分かってる。行き先を言わなかったならそれには理由があるはず。見つけてもらいたがってるか知りたくないの。はあ、確かに。探偵さん、霞が家を出て行った理由については何か分かったのか。娘さんは人造人間のグループと連絡を取った。彼らの仲間だと思ってるらしい。え、そんな、まさか。あの子は人造人間じゃない。二人で育てた娘よ。私が産んだ子。生身の人間で人造人間じゃない。中野さん、
彼女は本当に人間だと思うか。もちろん娘のことは分かってる。変わってないし、偽物なんかじゃない。これを恐れてたんだ。誰かが娘を洗脳するんじゃないかって。ファーハーバーに行ってくれ。鳩場の船を使うといい。誘導システムがついてる。父からの最後の贈り物だ。長距離には向いてるぞ。ケンジ、向こうについての情報は。ファーハーバーに行ったのは子供の頃に一度だけ。父が長いしたがらなかったことだけは覚えてる。空気が悪いとかなんとかで。きっと真相を突き止める。ありがとう。まだ報酬を決めてなかったし、あまり払えないけど、ぜひ受け取ってほしい。何かの足しになればと思って。失礼、中野夫人か。娘は人間です。人造人間じゃありません。珍しいわね。拷問書はあまり来ない。いやいや、助けをいらないぞ。温度だ。だから船に戻ってこっから去りな。アーレン、鳩場はあんたのもんじゃない。町全体のものよ。だからよそ者であっても歓迎するわ。悪いね。最近いろいろあったのよ。でもアーレンの話も一理あるわ。悪意を抱いてくる者もいる。それで要件は。ここはどんな場所だ。そうね、大昔は観光客でにぎわう町だったわ。みんなここに、この島に何世代も住んできたの。それが今では一日でも長く生き延びようと鳩場ですし詰めになっている。抱えてる問題なら山ほどある。あんた問題を増やすつもりじゃないでしょうね。霞という連邦の若い女性がここを通った可能性がある。家族に雇われて探してる。探偵ってわけね。彼女なら確かに来たわよ。
マリアが来る。霧の中から何かが来る。ねえ、町を守るのに手を貸してくれるのならどんな質問にも答えてあげるわ。メインゲートの近くの壁の上で持ち場について。船は私らを裏切らない。ついといて。船の上では気をつけるんだよ。落っこちないようにね。落ちたら救助が間に合わないかもしれないから。アビリー、あんたへの恩は決して忘れない。何かが来てる。本当に何か見たのか。これは訓練なんかじゃない。全員何も見逃すな。ゲートを開けろ。怪我人がいるんだ。はい、時間がないわ。キリン、こっちに向かってきて。ガルパーだ。くそ、自分の身を守れ。撃ち方用意。撃ちまくれ。霧を見て、何かが来る。アングラーだ。私はマリナーとか船大工とかベンリアとかハーバーを浮かばせているたった一人の人だとか呼ばれてる。まあキャプテンアビリーは別としてね。なぜ誰もあんたを助けない。ハーバーマンはそれぞれが自分の船の船長なの。代々自立することでうまくやってきた。自分の土地は自分のルールでっていう。でも島が私のドックに彼らを押し付けてきて、恩知らずのろくでなしどもは自分の土地の世話を私に頼ってきた。あいつらは惨めに居座っているだけなのに。そんなに悪い状況なのになぜ我慢している。霧の中に追い出すなんてできないでしょ。運が悪いとしか言えない。あいつらは霊魂となって私が墓に入るまで取り憑かれるでしょうね。これは事実よ。はじめまして。こちらこそ。島に早く殺されなければいいわね。ゆっくり殺されても辛いか。手を貸してくれる気はあるかしら。修理のために道具が必要なんだけど。特別な道具が。簡単には手に入らない道具よ。もし手に入ったら450キャップ渡すけどね。
これまで壁を維持してこれたのに、なぜ特別な道具がいる？船をさらに頑丈にしたいの。もっと強くする。そしてあの忌々しいカニどもを寄せ付けない。永遠にね。たった450キャップのために命を懸けろと？キャップはあまり持ってないわ。でもオールドジミーのショットガンがあるから、それをあげる。ジミーが使うことはもうないから。乗った。手伝うよ。イーグルスコーブ製鉄所、そこに道具があるはずよ。使われることもなく。マリナ、製鉄所へ行ったの？私の道具を見つけてくれた。ベイトショップへようこそ。ガラクタが欲しいならお役に立つよ。あんたの話を聞かせてくれ。小銭を稼ごうとしてるただの男さ。そういえば何かお買い物は？取引しようか。いいだろう。どれにたかるハゲタカか。あれは死んでないぞ。本土人か。私の診療所へようこそ。いてほしいんなら何とか言え。会話をしてる時間があればいいんだが、あいにく仕事が尽きることはない。アンドレとは誰だ？あそこにいるのはうちのかわいそうな患者のアンドレだ。霧の中に長く居すぎたみたいだな。本土にもラッド中毒はあるはずだが、ここのやつはまたちょっと特別でね。医学なら多少心得がある。彼を見せてもらえないか？なんだって？お前が見る？なるほど。アンドレはひどい状態だ。死んだも当然だし、お前にいじらせたところで害はないだろう。だが無茶はするなよ。チルドレンに立ち向かう度胸があるのはアレンだけ。ちょっと見てみよう。本土人か。
こいつはいい。銃をぶっ放して自分をヒーローだとでも思ってるのか。これは俺たちの戦いだ。お前のじゃない。手を借りたくはないか。ごめんだね。人に寄りかかるようになるとそのうち自分でまっすぐ歩けなくなる。次にお前がいない時にどうなる。その次の時は俺たちハーバーマンが自分なりのやり方で生き残るか、一緒に長い旅路に出るか。だから装備品を買いに来たって言うんなら本題に入ってくれ。そうでないならここを出る最初の船を捕まえな。チルドレン・オブ・アトムや他のもっとひどいものにやられる前にな。チルドレン・オブ・アトムとの間に何が。あのクソ野郎どもがここに現れた時に撃ち殺しておけばよかったんだ。そうはせずに奴らを招き入れちまった。どこにこもっているのか知らないが、奴らは霧に力を与えて強化してるんだ。あまりに強くなりすぎて全員を入植地から追い出すほどになった。遠く遠くへと追いやられて、今じゃ海で溺れてないのが不思議なくらいだよ。奴らが霧に力を与えたという証拠はあるのか。証拠？そんなものを待っているくらいなら自分で引き金を引くさ。いいか、親父の時代は霧はただの邪魔者だった。避けるものだった。今じゃ日に日に力を増している。もうあそこは地獄の炎のようだ。チルドレンのせいでな。何があるか見せてくれ。おかしな真似はするなよ。キャプテン、これで状況が理解できたでしょう。霧とそれが吐き出す生き物が島全体をみんなから奪い去っちまった。でも助けてもらえるならその価値はある。霧って、どこから説明したらいいのか。霧は放射能を帯びてるの。深い霧に取り囲まれた場所がある。あれは強力な死の灰。危険であることはもちろん、問題はそれだけじゃない。霧の中で生きてるものがいるのよ。内陸には港を襲ったやつよりももっとひどいのがいる。島を全て失った。いつまでも霧が消えない。昔はこんな霧深くなくてもっと普通の島だったんだけど、やがて霧が広がったわ。そして人々は霧のないわずかな土地に追いやられてしまった。もう8年ぐらい前のことね。事態はますます悪くなるばかりさ。今やバーハーバーは残された数少ない安全な場所の一つよ。それでも生き延びてこれたのだから強いはずだ。頑固なだけさ。私はアベリー、
もう船体の後ろで縮こまってられない。そろそろ本当の問題に対処させてほしい。適任がいてこの銃があればチルドレン・オブ・アトムのカルトを潰せる。霧は昔からここにあったわ。チルドレンが作り出したんじゃない。放射能連中が来る前は霧はひどくなかった。連中が来てからおかしくなったんだ。そろそろ何とかしないと。よそ者にこんなことで迷惑をかけるわけにはいかないわ。チルドレン・オブ・アトムが関係を。宗教的な連中よ。アトムの力を崇拝している。つまり放射能かしら。詳しく知りたいなら自分で探して聞くしかないわよ。以前はあいつらとも友好的な関係だったけれど、短期で厄介者のアレン・リーのせいで。もう十分だろ。あの伝道師は港に来て島を失ったのはアトムのおぼし飯だと言った。多くの友人や家族を失ったのはクソアトムのおぼし飯だと。そしてアトムはここからみんなを一掃すると。アレン、私だったらあの伝道師にしたことであんたを縛り首にしただろうね。彼が伝道師に何を。アレンが銃を突きつけたの。伝道師が彼の銃に手を伸ばしたと言い張って。ここに警察はいないのよ。法律と言えるものもない。あるのは慣習と大衆感情さ。伝道師の話が終わった後、誰の目にも明らかだったのはアレンを刺激すれば事態が悪化しただろうってことよ。チルドレンが霧を悪化させたと。それはないわ。そんな証拠はどこにもない。ガイガーカウンターは正直だ。この1年で霧はさらに悪化してる。今では霧が島全体を覆ってる。だがそれはチルドレンが来てから起きた。あんただって分かってるはずよ。前にも起きたことだって。確かにチルドレンが関わっているという説もあるわ。でも誰も誰一人として証拠を持ってない。チルドレン・オブ・アトムに徹底的に対処すべきみたいだな。本土人は状況が分かってるようだ。ここの平和は全力をかけて守るわ。だからもう行くのよ、アレン。悪いわね、いろいろと。霞なら人造人間の避難所アカディアのある内陸に行ったわ。危険な道のりだからオールドロングフェローに案内役を頼むといい。霧のことは彼が一番よく知ってる。でも変わったところがあるから注意して。オールドロングフェローはどういう人だ。島で一番の漁師よ。怖いもの知らずの変わり者だけど、アカディアへ行く必要があれば案内できるのは彼しかいないわ。ただこの辺りの人たちは頑固でわがままで、あまり褒められたところがないんだけど、ロングフェローは特にそれが顕著な人よ。アカディアについて何か話せることは。ロングフェローを訪ねなさい。あそこに行ったことがあるのは彼だけよ。情報をありがとう。ロングフェローは酒場のラストプランクにいる。あとお願い、できれば町で手助けしてあげて。拒否されてもよ、マリナーやキャシーたちには助けが必要なの。二度と言わないかもしれない言葉を言わせて。ありがとう。そいつはピップボーイか。聞いたことがあるよ。気をつけた方がいいわ。この島はあなたの行動をすべて監視しているから。私は知ってるわ。バーハーバーに足を踏み入れた者の中で最も偉大な家族が島にバラバラにされたのは暴力と血と復讐の物語よ。どの家族の話だ。ちょうど説明しようと思っていたの。私の家族ダルトン家は代々バーハーバーの誇りだったわ。戦争の前からね、ダルトン家は木材業と漁業で富を成したけど、だんだん強欲になっていったわ。島から奪いすぎたの。島はそれ以来復讐を行うためにダルトンを一人ずつ殺していったわ。私がダルトンの最後の生き残りよ。
でもそこでこの話は予想外の展開を迎えるの。謎のよそ者がファーハーバーにやってきたの。強くて腕の立つ人よ。その人の助けを借りてダルトンの最後の生き残りはようやく代々の恨みを晴らす機会を得たの。待ってくれ。家族の復讐を手伝うその謎のよそ者って俺のことか。あら、飲み込みが早いのね。いいわ、頭がいいことは大事よ。この物語であなたは危険に満ちた役割を果たすことになるからね。ほら、復讐の物語の第一章が始まるわよ。そばかす顔のピーティーの悲しい物語についてよ。ピーティーはいとこだったの。決して問題を起こさないいい子だったわ。ラッキーなのはそばかすのおかげだって言ってたんだけどそういうわけにはいかなかった。国立公園キャンプ地で食料を探していた時だった。島がフェラルグールに彼を襲わせたの。島はその気になればどんな卑怯な手段でも使ってくる。とにかくピーティーはなんとか町に戻ってきたんだけど、怪我のせいでその晩に死んだわ。もちろんそのフェラルたちは今もまだ次の哀れな愚か者を殺そうとしてその辺をうろついている。考えられないことよ。グールたちはどこにいたって？国立公園キャンプ地。ここからほぼ真西のところよ。そのグールたちはもう死んだも同然だ。まあよかった。あのヨロヨロ歩きどもはとっくにピーティーにしたことの償いを受けていたのね。ミセス・ダルトン。フェラルグールがすごい速さで襲いかかってくる。かわいそうなピーティーは身をもってそれを学ばないといけなかったわ。土地を取り返すのを諦めるわけにはいかない。仕事が欲しいの？だったらマリナーに相談してちょうだい。何かはわからないけど彼はいつも何かしらやっているわ。採石場はトラッパーだらけだから近づかないように。ここじゃほとんどの人が木の実木のままよ。本土人はこの島で長生きできない。マーサとは話をするな。彼女は頭がおかしい。消えて。あなたの哀れみはいらない。バーサ、本土人と話してる暇はないの。ああ、決裂ね。でもこれで終わったわけじゃない。どう見ても終わってるようだがね。性格書は言ったの？私の道具を見つけてくれた。
10、10、いっぱいあるよ。10ならある。売り物だがね。アレンと話して。あんたと話す暇はないわ。サンドラ、ボンド人こそが私たちの諸悪の根源よ。どいつもこいつも。アーバーを気に入ってくれるといいんだけど、今となっては住民があんたを親切に扱ってくれれば満足よ。助けが必要な人はいないか。この島の人に頼むのは簡単ではない。ましてやよそ者になんて。でも私にはみんなに対する責任がある。あんたに頼みたい仕事があるの。それにあんたが見かけ以上に強いのも知ってる。具体的に何を手伝ってほしいんだ。私たちは町の外にある、ここからそう遠くない場所にある浄水器から飲み水を手に入れているの。あんたがここに来る少し前にひどい嵐に襲われたから、浄水器までの道を守っているキリコンデンサーがきっと被害を受けてるわ。ハワードダンバーを修理に向かわせたわ。私たちがマイアラークに襲われた時彼は外にいた。彼も襲われたんじゃないかと心配しているの。ちょっと見てきてもらえない？もし最悪の事態が起こっていたら、キリコンデンサーを修理してもらえないかしら。やってもらえるなら町の南に向かって。もちろん報酬は渡す。見ず知らずの人にわざわざ危険を冒してもらうからにはそれ相応の報酬は渡すわ。キリコンデンサーとは具体的にどういうものだ？どういう仕組み？私はエンジニアじゃないから詳しくないけど、説明を受けた限りではキリコンデンサーが周りの空気を吸い込んで液体状にするということだった。要するに霧が近寄ってこないということ。町を守るバリアを作ってくれる。霧が近寄ってこないということは、霧の中に住んでいる卑劣な生き物も近寄ってこないということ。彼らはあまり外に出たりはしない。霧の中で暮らしてるんだと思う。霧コンデンサーには大量の電力が必要だから、そのために風力発電所を作った。タービンが発電している限りは安全よ。自分で修理する場合、何か道具やパーツはいるのか？霧コンデンサーの電源モジュールを交換しないといけないんだけど、たった一つの予備部品はハワードが持って行ってしまった。ハワードを見つける必要があるわ。わかった、今から向かう。よかった、飲み水がもうすぐなくなってしまうから。アビリー、アーバーを気に入ってくれるといいんだけど。助けが必要な人はいないか？マリナーとキャシー・ダルトンが唯一の手がかりね。ここにはどんな歴史があるんだ？このドックはみんなマリナーのものだった。霧が濃くなり始めた時、人々は少しずつ住処としていた内陸の家を追われていった。マリナーは親切にも人々を受け入れてくれた。ハーバーはその優しさから発展したのよ。町でどんなことができる？ブルックスが雑貨を扱ってる。レディーライトがその店の奥にいて、必要とあらば怪我を見てくれる。あとはラストプランクって酒場かね。みんなが酒とか他のものをやりに行くところよ。それから最後に、銃が欲しいならアレンリーね。